真田桜山明治三十四年十二月八日は、幕末の品の国松大半筆頭画廊。忌みがわ感動。郷が桜山である。通称は島。真田頑丈城の子。真田幸雪の大の海江四年五月に狩ろうとして、登用されたが、海江六年、時代の藩主、真田美雪鏡の時に、桜山が、自身の子時直藩主に据えようとしていると流言が、広がりこれに起こった。 公共により、過労を罷免された。しかし、後に、勤労派である桜山の失脚を狙う、後部合大派の格策であるとして、文久三年、後部合大派の過労、御田頼もが没すると、桜山は、過労職に復帰する。佐久間正山が暗殺された後、公共に従い、京都御所南門警護にあたり、その後で200国加造され七百国となる。明治二年に、 半大三次となる。大正十三年に、正五位を依存された。真田信正の娘、陽寺市院は、夫で、出羽国上野山藩主、時頼之の着手の左京介、頼長と死別の後、実家の真田家に帰り、松城城二の丸に従した。その没後、陽寺市院の化粧量五百石と名石を、陽寺市院の妹がと継いだ、かん劇、重の次男、 右京茂政がついで、真田図書を名乗った。桜山は図書から五代目にあたる。血統では、真田家中高の祖、真田頼政の逸夫である、神原美ゆき帝の男系子孫にあたる。ありがとうございます。